遅い。おはよう。おはようございます。ちゃんさんがそんな怒られるのって、お怒りになるのって、すいません。あ、なんか音が変。あ、なんか音が変。あ、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 
治ったかな。ああああ。すみません、マイクからします。ちさか。消費してら借りがいあるってのに。今日はね、昼ぐらいから漫画読んでた。放送のフリーレン。知ってる。めっちゃ面白い。おすすめ漫画。白貝入れねえのかよ。貝の。映画とかさ、漫画、アニメもそうだけどさ、なんか思考停止で見れるアニメっていいんだけど、なんか、考えさせられる系の漫画とかアニメ読むと、なんか感情移入しちゃって、おかしくなっちゃうんだよね、なんか。変な気分になって。それでちょっと、あーってなってる。ああ。ハロー。ああ。はあ、ならね、はあ。あ？
ごめんなさい。え、ぷんくれで寝てた。しょうもな。しょうもな。長尺。長尺じゃん。じゃあもう、エンド開通してよ。エンド開通の儀。取り行った。そうなの。そう。もう開通したからといって、何か。あったわけではないけど。エンダーマントラップはよ作れ。ああ、欲しいね。確かに。作るかな。経験値めんどくさいよね。エンダーマントラップ作るかな。あれあったらすごい楽。ねえ、楽だよね。しかも、今回のモッド、ウェイストーンあるから、エンドとか秒でいけるんだ、そうやって。やばない。強すぎくない?あと村人欲しいなぁ。あ、村人もいる。これよくない?村人製造施設、ハティさんが、なんかすげえそれになってる。ここにも、量産されてる。発展早。うん。もうモッド環境だからね。そこは。そういうもんさね。まあ、とりあえず。エンダーマントラップ作りますか。恒例の。いずれエンチャ本欲しい。あ、エンチャ本もなんかいろいろある。もう攻撃所できてる。修繕とか出てる。ガチ?うんうん、これね。まあ、もっと環境だからね。モッド環境だからそのなんかバニラ要素はまあ半分おまけみたいな。まあ一回持ってやるとなんていうか正直バニラやれんよ本当に。まあやれるけどなんかはあってなっちゃう。はあってまあバニラバニラって楽しいけどさ幅がやっぱ狭くてすぐ終わっちゃうかなっていうのはあるね。まあ、最も同じだけどね。飽きりゃ終わりだから。だけどまあ、最も方がまだ比較的、どっちかっていうと、楽しめるかなっていう。バニラタスモッドの追加だからね。そう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 、バニラももちろんできるけど、モッドもできますせいっていう。もうなんか、つきすぎちゃって。
かんねえや。どうしよう。エンチャントの効果を確認したいんだけど。エンチャントじゃない、スキルの効果。この件は切るか。7か。いらんな。経験値とかもさ、171とかっていうバカみたいなになってるけど、経験値倍増する、倍々ゲームしていく、エンチャントがあって。あ、そう、レベル要素があとあるかな。レベル僕まだ低いけど。マジックキャスターやりたいのに、マジック0レベっていう。まあ、とりあえず、エンダーマントラップ作る。まあ、今回は石でいっか。めんどくせえし。ひさしさんアスレ作っといて。プレイヤー X 部に応じて攻撃力上がるエンチャがありまして。マジで？そんななの？最強じゃん。でももう攻撃力いらんくない？ほぼほぼワンパン、ワンパンよね。まあまあ、エンドコンテンツも、ラスボスとかわからんけど、ガチガチにしていかないと勝てんみたいな。あるかもしれん。お、お肉できてる。いいね。まだボスいっぱいいるはずだから。あ、ほんと、いいね。ワクワクしてるね。ガンガンボス倒そうぜ。まあ、この世界結構、面白いから、標準化してもいいかもね。なんていうか。ゴーレムトラップじゃない？作るべきは。ゴーレムトラップも作りたい。まあでも今、鉄の需要ないからさ。まあ作ってみるんだけど。今のところ、その鉄の一個上のさ、この前作ったさ、国有的装備が無限に作れるから、なんか鉄ってなんかあってもいいねなって。まあ、そもそもバニラでも鉄のトラップ作ってもあんまり見ないみたいな。なんかあるよ。まあ、どっちかっていうと、なんというか、モッドを堪能するよりでやってったら楽しいのではなかろうかと、そう推察しているところであります。さて、エンダーマンやるか。128のスタート。こっから128しよう。え、ポコポコっていかねえぞ。マジか。ソウルデバワーとソウルサイフォンつけようと思ったらどっちかしかつけれなかった。なんだそれ、ソウルバイワーって。ジャックバウアー的な。なんか翻訳やっぱ出すかな。エンチャントの一覧の。経験値増加のやつ。
あ、そんなあるんだ。あれつけた？バグオブ、ホールとかってやつ。そんなより全然、効果量高い。バグオブソウルスより高けりゃ、めちゃくちゃいいよ。つけたというかスケルトンが落とした。あ、バグオブソウルス？マジか。ドリル良さそうだった。何をしたいね。ストーンって 普通の石より硬いのか。ほらからでいいか。もうちょっとなんか、レベル上げ要素とか 有効活用したいよな。なんか、黄昏の作者みたいなの、ああいうの作る人と、連携できないのかな。黄昏みたいな感じでやったら、もっと面白いと思うけど。あれって今更新してんのかな？なんかあれさ、特定のアイテムゲットしていかないと次のエリア行けないみたいなさ、なんか結界張ってるみたいな、あんじゃん。あんな感じでやれたらいいなって勝手に妄想が膨らむんだけど。待機場所。
エンダーマンって HP 何ぼだっけ？40か。ってことは40。なんで死ぬから。43上げて。どうせなら、ここで勝ちっすにしよう。てか、フェイストのとこ。あんなのにはいけないのか。
え？何これ？つながりやすいの？ すげえ、キメ。なんだこれ。まあ、ことですの。あれ？どうしたら置けんだこれ。そうか、分かった。アティさんの初代になりたいっていうのは、
そういうことか。アンティさんがショタ好きなんではなくて、アンティさんがショタ側になって、ボインボインのお姉さんにそんなことされたいってことか。ああ、なるほどな。昨日どういうことなんだろうなって、真剣に悩んだんで。今、ふと、わかった。おねしょた。ね、ショタだね。どういうことか。おねショタの、ショタ側を志してると。つまりそういうこと。素晴らしい。記憶がおぼろげだけど、友達になんか、年上にめっちゃ好かれるみたいな人いたな。まあでも同級生とかだとさ、梅初端にならない。いとこの姉ちゃんとかが、なんか、4歳ぐらい下の、インピオ？え？
ね、インピオって。同級生とかがさ、お姉ちゃんと、なんか、とかってなんか、微妙くない？なんかその、知ってる近所のちょっとエッチなお姉ちゃんが、自分よりも年下の、なんかあどけない子を、みたいな。そういうのない？ショタ&ロリはエンピオ。あ、インピオっていうの。ロリはないな。多分僕の過去の人生経験が歪んでんだろうな。あと、あれはないんだよね。二次元キャラが好きみたいな。あんまりないんだよ。もっと二次元に目覚めた方がいいと思うんだけど。幅が広がってるか。なんか、教養としてさ。なんかいわゆるアイドル推し的なのもないから、教養不足なんだよな。僕が高校2年とか、1年とか2年とか、そんぐらいの時だったかな。AKB とか流行ったからさ、あの時にちゃんと履修しとけばよかった。前田敦子しかわかんない。ちょっとクイティまあでも、金かかんなくていいなって思うね。アイドルの追っかけとかさ、まあなんか、金かかるでしょ。それが唯一のメリットは。オリジナル畑の住人なので版権はあんまり興味ないです。ああ、落ちちゃった。カビチョーン。
もう少し、いろいろと、知見がある人間でありたいなって、たまに思うな。あまりにもいろいろ、知らなすぎる。今回は半径何本にしようかな。頑張って49とかやっちゃう。でっか。49しんどいな。39に妥協しよう。ちっちゃ。経験値増量があるからちょっとでも分けや、なんでミッション あれもわかんねえんだ。カンコレとかさ。カンコレとかああいうのもわかんねえんだよ。いかんな。ちょっと勉強不足だな。もうちょっとちゃんといろいろ知っとかないと。なんか、いわゆるさ、萌えアニメみたいなのってさ、どう消化したらいいのかね。全く共感できなくて、よくわかんないんだけど。あ、萌えアニメっていうか、萌えキャラとかさ。カンコレの前にオースとかで現実の勘知っとくといいと思う。ああ、そこまでやんなきゃいかんのか。ああ、なるほど。まあ、あれってなんか、好きな人がやるやつだもんね。変換ものとか。僕なんかミリタリー全く興味なくて、ダメなんだよね。
まあ多分その良くないんだろうけどな。オットやローズプラトーン組むと稼ぎにボーナスかかるので。ワールドオブタンクス 全然興味ないな。なんかそういうのって K さんと一緒にやってたりしないの？K さんとハリスン他で生きてると思ってるわ。みんなあれか、案外好きなゲームしかやらんみたいな、そんな感じか。やってたけどすぐ飽きたし、一緒にやってたのはスマホ版。そうなんだ。スマホ版とかあるんだ、あれ。いや。顧客獲得に頑張ってるんだ。パソコン版やってくれる人いなくて困る。うわ。アティさんのお願いだと聞きたくなっちゃうな。まあ、ちょっとや、そのなんか、ダメ元でやってみるのはありかもな。やったことない系列のゲームだから。れってミリタリー好きじゃなくてもいけんの？なんか戦車でこう陣取りするっていうか、相手のなんか車両壊していく感じになってるね。相手の戦車。ちょっとだけ見たことあるんだよ。基本的にトプス。あ、DPS か。なんか、10人対10人くらいの感じで、なんか役職みたいな、役職っていうかその、出動する戦車選んで、で、ドカーンってやっていくやつでしょ。なんか後輩で、めっちゃハマっててやってる子いたわ。ただ横で一緒に見てる感じだと、あんまり、そそられなかったけど。まあ、実際やってみないとわからんけどね。軽戦車とか重戦車とかなんかいろいろあって、こいつはこれが早いみたいな。これはこ装れが甲強いみ分たい布と隠蔽率っていうシステムがあること以外は普通のトプス。な。あ、そうなんだ。え、でも戦車で戦うんでしょ？ドカーンって。多分僕見たの、これだと思うけどな。あとまあ、慣れの問題なんだろうけど。貫通しないとダメージが入らない仕様。あ、そう。TPS 苦手なんだよな。でもあれも息長いよね、ゲームとしては。昔からあるよね。ワールドオブタンクって。
リアル感はウォーサンダーの方がリアル。あ、オーサンダーだったかな、みたいな。わかんねえ。ただまあ、戦車でドカーンってやるのは見た。夫はラジコンでサバゲーしてる感じがある。こういう感じなんだ。サバゲー一回もやったことないんだよ。なんか、ミリタリーとか全然興味ない。先輩曰く。そういうの興味なくてもめっちゃ楽しいって言ってるけど。子ああ、供の息の。頃やったメタルマックスのおかげで戦車は好き。メタルマックスって何だ？メタルギアポテトと、メタルスラッグしかわからん。ヘビーマシンガンって。プライムランチャー。ヘビーマシンガン。メタルスラッグは、やってるの見るの好きだったけど、僕はできなかったな。友達で、中学の時の友達でメタルスラッグ、バッチコリうまいやついて、でもそいつ、ゲーセン行くってなると、やってやってっつって言って、やってもらった。100円で、ラス面まで行くみたいな。それなんか返した記憶あるけど、一時期そいつからディノクライシスっていう恐竜のゲームを借りパクしてた記憶があるわ。プレステ2とかのゲームだった気がするけど。なんかバイオハザードの。ワンクレノーコンラス面か。そう。たまに強い。死んで、
あーって言ったけど、100円で最後まで一応行ったことあるとかって行けるよって言って、見せてもらって。昔のメタルスタックだけどね。地獄らしき。よく知ってるね。プレステ、1とか2とかのゲームかな。他実はバイオハザード怖くてできないって、だから。初代しかしてないけど。あ、本当。ディノクライスも相当怖かった。他あんまりゲーム、両親がゲーム反対派の人だったから、あんまやらなかったけど、逆に友達ん家とか行くと、そういうの見せてもらって、すげえなーって。ゲーム下手だからさ、なんか見てる方が楽しいんだよね。FPS とかもさ、まあ、自分でやれりゃ楽しいんだろうけど、まり、うまくないから。あと、まあ、パソコンでゲームをやり始めたっていうのは遅すぎたね。脳が全然慣れなくてダメだ。
前回のトラップは、どんな感じでやったっけ？あ、そうだ。タグが欲しいんだ。あ、そう、サーバー、いるんだったらセットアップするけど、どうする？全然気軽にやってくれて構わない。まあ、そんなに、なんていうか。別に何もないだろうから。なんとかなりそうだったので大丈夫そうです。あ、本当。なんだ、せっかくハティさんに仮を作るチャンスだったのに。なんか別のサーバー借りる感じ？他の参加者が立てれそうって感じでした。あ、そうなんだ。まあ、サーバー管理、めんどくさいから、やってもらえるもんはね、こんな人に、バリッとお願いして。
ああ、ちょっと。
Thank you.
別サバ行ってくるます。うん。いいね、いろいろやるところがあって楽しそう。やはりなんならかのせいで入れない、わら。え？アイルさん、なんかで入れん。んな。エラーログ変わった？なんて怒られる。全部最初からやってるけど変わらず。マジ？なんか伝え忘れてるモッドとかないかな。そんなことないと思うけど。また何回かやってみます。まあ多分そんな、なんだったかな、レミさんもなんか川掃除入んないとかあったんだよね。なんだったかな。あ、そう、あの追加モッドの2つはカースフォージのインスタンスってとこ入れなきゃいけない。だけど、それ間違ってない。デフォルトのあのマインクラフト、ドットマインクラフトとかじゃなくなると思うんだよね。確か。カースフォージ入れると。まあ、僕ちょっとリナックス環境だから違うけど。あの、なんか、モッド入れるのさ、ドットマインクラフトの下のモッドとかってとこに入れるとかって、言うんじゃなくて、カースフォージが作る、そのディレクトリがあって、そこに入れないといかんのだけど、それたどり着けてるかな？こっちだとどうなってんだろう。どこだろうな。
乾燥文字の、なんか、モッドフォルダみたいなのあるんだよね。調べてみるか。あ、ここだ。書いてあった。これなんか場所が違うんだよ。多分これじゃないかな。まあ、ここまでは普通にモッドパック入れれましたっていうので。で、モッドパック入れた後に別のモッド、まあ、この例だと、シェーダーモッド入れるよってやってんだけど。で、なんかその入ったモッドのプレイの横の3点マークして、オープンホルダーとかで。で、ここがモッドになるらしいんだよね。インスタンスのモッド名の2みたいな。だここに突っ込まなきゃあかんみたいな。これ合ってる。URL 送るよ。この同じところに入れんと動かんはず。これもちょっと案内がちゃんとできてなくて。よくないね。やっぱなんかもっと敷居高いんだろうなって。よく思うわ。多分その、カースフォージが作った、モッツホルダーに入れないと。で、起動するのはカースフォージからね。カースフォージからプレイってやって。起動だから。これでいけたかな？どうだろう。オアリスは入ってるから、もう入れると思うんだけどな。アップデートしてるランチャーの。あ、本当？ゲタの矢も知らんな。最初600メガぐらいの、なんか、ダウンロードがあったりなかったり、するから。
日本のウィキとかもさ、頑張って1.12.10とか、ここら辺ぐらいまではやってくれ、なんか、マニュアル変えてくれてんだけどさ。やっぱ最近の、なんか、カースポーチ使ってとかさ、そういうの一切書かれてないから。知らん人からすると、やっぱ意味わからんみたいな。こんな感じだと思う。なんじゃこりゃって。まあ多分あれなんだろうね。コミュニティがでかくなりすぎたのと、キッズストーンがめちゃくちゃ流入したから、マイクラ全体としては賑わってるんだけど、モッドまでフォローするの大変じゃねってなって、やらなくなったみたいな。そんなオチじゃないかな。わかんないけど。憶測に過ぎんけど。エンダームって何マスワップだっけ？エンダーム。32か。エルさん、うちの配信はどうやって見つけたの？そんで、なんで入ろうと思ったの？私、気になります。何回か見てました。コメあ、ントそう。できてなかっただけで。あ、そうなんだ。思ってたのか。よう何回も見たの。そして楽しそうだなぁとかモッド大好きだったので。ああね。モッド大好きなのは、僕も。そうだね。
逆にさ、昨日配信の良くないなってとこ教えてよ。いつも正しく来る人がいると聞くんだけど。まあ、これダメだなって思ってる。とはなかなか入ってこないけどね。ぜひ今後の配信の参考にしたい。考えさせて。なんか、まあ僕は僕なりに、まろやかに考えてるけど、僕一人の視点だと、なかなか、広がらないものもあるからさ。まあ、深く考えなくても、なんとなくでいいよ。まあ、質問に、あんまり具体性がないから答えにくいと思うけど、悩みってことでもないけど、もう少しコミュニティを大きくしたいなと思ってて、まあそれもなんていうか適当にかき集めた無造無造じゃなくて、どっちかっていうと、僕のパーソナリティを好きになってくれるような人を集めたいなぁと思ってね。どうしてもゲームが変わるとみんな来なくなるんで。まあ多分才能ないんだろうね。それは確実に言えることっていうか、わかることなんだよ。才能ある人はゲーム変わっても面白いからさ。まあだからできるだけみんながやりたいよっていうゲームをやるように心がけてはいるんだけど、まあ、とはいえ、ぼちぼち楽しく、やらせてもらっているけどね。
大問題どうなのか、よくわかってないところもあって。コミュニティが大きければ、人は来やすくなるのか。またまた、コミュニティが大きくても興味ないゲームとかだったら、みんなジーラーってするのか、よくわかんないんで。コミュニティ大きくなったことないかな。かな。オーレム、違う。
ルさんどう？あれそう？そうっすか。か、釣りに刺しめ。ダウンロード中。あ、マジか。結構かかるね。入れそうではある。あ、ほんと。悪潮の予感がする。
ら、釣れねえな。なんでこんな釣れねえんだ。あともう少しです。おーい。なんかダウンロード長いよね、結構。多分、マイクラのサーバー側が脆弱なんだと思うけど。長いね。そう、なんかめっちゃ長いよね。このダウンロードのマニスキン作ってます。お、いいね。リザさんがお気に召す好きにして。エッチな、そのエッチなやつ。エッチなのは無理かなー。そうなの？エッチなやつがいいな。エッチいやつが。
21って学生なの？まだ社会人してる？大学3年ぐらいか、大学生だとしたら。大学生戻りてえな。半みたいになった画面かっこよ。ついに起動したか。汎用ってなんだ。汎用といえば犬や車しか思い浮かばんけど、汎用犬や車、高橋純子先生まだ書いてんのかな。あ、来た来た。スキンチェック。あ、リズさんのお目にかなう。エッチなスキンかどうか。スイ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 。リズどこだっけ？確か、こっちの方か。あれ、まだ弾かれる？リリース確かここら辺だったと思うな。あ、そう、なんかオリジンとか選択しなきゃいかん。あ、なんでもいいよ、確か。適当で OK。あんまりなんか気にしんくてもいいと思う。なんか速攻退出させられてるね。サーバーのログ見てみるわ。
なんか一瞬でロストコネクションしてるね。なんだこれ。でもサーバー側はエラー出てないよ。なんかエラー出てる。特になんか元が間違ってるとかっていうエラーは出てないわ。リーパーの跡地に家を作る。バグった。そんな。どうなっちゃった？いや、マジで釣れんな。クラウン欲しいんだ。
クラー来た。今回大丈夫か。オリジンおすすめは人間ヒューマンとあとニートが多分一番楽で普通のマイクラプレイができる。ダメですね。なんか選択画面出てこない。その、ワールドに入れずさ、なんか何かを選んでくださいみたいな。それ選ばないと、開かない。応援しないよ。出ません。出ません。今でも、ワールド、あれ入ってないか。退出になっちゃったか。というかサーバーに接続ができませんって。マジ？なんかエラーメッセージ出てたら貼ってくれない？内側の。サーバーにはエラーメッセージ出てないけどな。サーバー一応再起動してみる。再起動してみる。サーバーもまあ、原因あったりするからね。どうしたかな。なんかここメッセージ出てない？選択する画面でさ。アップデート2バージョン4.0.8とかって、なんか出てると、バージョン違うよって話だけど。このサーバー選択画面で。僕は普通に入れるね。
ここに入ってみていい？あ、ダメだな。同じ容器。なんて出るかまた喋って送ってくんね。ハンドシェイクコンプリートド。サクセスフリーって出てるから。なんか通信はちゃんとできてるっぽいけどね。猫ちゃんの方に。あ、送ってくれた。ありがとう。ちょっと待ってね。ああ、なんか、リトルメイドモッドが、まだちゃんと入ってなさそうだな。リトルメイドモッドのなんか、エラーが出てるよね。下の、二つのリトルメイドモッドの、ID がアンノーンだよって。起動した段階でさ、ゲームに入らずに、この画面から、モッツってとこで出てこない。リトル。これ出てこなかったら入ってないね。これだね。リトルメイド。この二つが入ってないと。二つ欲しいからね。タイトル画面から。あ、で、ここ、あれか、モッツホルダー開くってやれば、そこに入れなきゃいけないの。ここに入れてねって出てくるのか。わあ、いっぱい入ってる。今入れ直しました。あ、本当？これ出てくる。出てくればいいんだけど。出てくるけど一つ抜けてた。あ、本当？多分あれだね。それが入れば、つながるかな。結構起動も
時間かかんだよな。クライオットね、配信するか。が、どう？エルさんの本を待ちたいところだが、どうでっしゃろ。ああ、もう夏休み終わっちゃったな。来週の月曜日から。また始まっちゃうよ。悲しいな。
お、来れたか。ついに。戻ろう。何に来てしまったか。あ、いたいた。ああ、マジか。なるほどね。なるほど。そういう感じか。職業を選択しないと動けるようにならないよ。ああ、スキンエッジ要素はないな。あ、GS。エッジ要素はないな。ああ。なるほど。潜るようになった。地面から温泉湧いてるよ。温泉湧いてる。
なんか接続不安定、もしかして。いや、動いてるのに動いてない判定されました。何それ、動いてるのに動いてない判定。確かにずっと立ったままだったな。なんか別のモッドに入れてる？関係ない？入れてない。サーバーログ見てみるか。なんか怒られてんのかな。これって人間を選んだ方がいいですか？多分人間が楽じゃん。で、選ばんと何もできんじゃん。で、何もできんと思うの。まずそのオリジン選ばないと。なんかキャンセルした？多分人間でニートにした方が楽だよ。あとでまあ変えれるから、いくらでも。まずなんか変なの選ばなくて。人間以外選ぶと固まる。マジで。まず人間でいいんじゃない。そんなことでもないけどな。僕一発だからウィッチとか選んだから。
人間にします。本当はエリトラマンがいいけど。ああ、エリトラマン強いね。あれ、スキンなんか変わった。あの変化だな。あ、変わってなかった。あ、動いた動いた。あれでも実体がここにない。いないぞ。出て出て、ダメージ食らってないでしょ。なんか動いてないよ。なんだこれ。多分固まってますね。マジで。ん？重さんが宙に浮いてますよ。マジ？こんなバグ、あのプレイヤーで一回もなったことないんだけど。なんでだろう。職業何選んだ？人間？プレイヤーデータ一回削除してみる？サーバー側から。サーバー側のプレイヤーデータでバグってる可能性もある。前あったから、そういうバグ。お願いします。オッケー、ちょっと一回抜けてて。サーバー一回止めるか。抜けててというか抜けてます。オッケーオッケー。プレイヤーデータの0EC76 068。これだな。
ちょっとお手洗い行ってくるわ。お。入れるか。入れないか。どっちなんだい。中山きんに君。カステラ持ってきた。お腹すいた。カステラのさ、この裏側の紙むくのむずくない？ああ、またボロってなっちゃった。こんばんは。こんばんは。まず11時だよ。寝ないと。
夜遅くまで起きてるとボケるよ。ダウンロードの枠を超えて 1.5MB から 1.78MB とかにまで伸びる。なんだそれ、なんだそれ、なんかバグってるくない？何してるんですか？まあ、でもなくさまよってる。チョコボ発見。ただ普通に飛んでいるんですね。そうそう、まあ、気持ちドラゴン探してんだけど、ドラゴンいなそうだし、なんだかなって。ちょっと調子が悪いので一旦抜けます。はいどうぞ。あ、ウィンストン発見、天然物だ。お、来れたか？ダメ、動けなそう。動いてるけど、動いてる判定になるなそう。ダメそうですね。どうしようかな。精神が入ってない抜け殻です。抜け殻？なんか変なクライアント使ってない？全部手本のやつでやってもいいんじゃない？
あと、Windows で使ってんの？まあ、多分、Mac とか関係ないと思うけどね。Windows 版ですけど。ああね。困ったね。マイクラアンインストールして入れ直してみれば。カースフォージも。もうそれぐらいしかやれることないよね。困ったね。わあ、なんだこれ。すげえ。デッドシー。死んだ海か。視界。
遅くなりました。はい、ねえ、ハスキが装備着てる。なんかスキン変わってない？気のせいか。多分サーバーサイドの問題じゃなさそうだね。クライアント側の問題だと思う。夜なので少し経ったら抜けます。いいよ。ドラゴンいねえな果たしてどこで開くんだろう。ホワイトドラゴンとかあれだよな、雪のとこでは来そうだよな。そういえば今日はなんで夜に配信することになったんですか。今日はね、漫画読んでた。サクッと読み終わる予定だったんだけど、がっつり読んじゃった。葬送のフリーレンっていう漫画だけど。エルさん、一回そのダウンロードしたやつ全削除して、もう一回ダウンロードし直してみれば。なんか、やってる最中に、なんか、変なの混入したんじゃない？お、ホワイトドラゴンいねえか、じゃあ。いや違うかも。なんか原因分かりそう。分かるんだ。よいが。ネット環境だと思う。ネット環境？どういう環境なの？詳しく。
ティザさん、こう見えて、まあ、そこそこネットワーク強いから、まあ内緒だけど、前職だと、まあ会社ってプロ棋士とかさ、ああいうの入ってんだけど、それをかいくぐって、ちょっといけない、いけないことしてたりとか。Wi-Fi やからかな？いや、それは関係ないと思うな。なんかその、学校の寮とかで、プロ棋士がないと接続できないとかっていう環境だとあり得るけど、学校指定のなんか回線で。台数制限超えてるから。あ、それは切られるだろうね。それかもしらん。それはあり得る。それは、それはあり得る。普通にあり得る。有線引けないの？あり得る漂白剤プラス。またチョコボだ。違うんだな。ドラゴン欲しいんだな。優先引くためには自分の部屋に LAN をつながないと。うん。引けない感じか。まあでもなんか動けないとかっていうの関係なさそうな気がするけどな。そんな通信関係悪い？ YouTube も。ぶっつぶっつ切れるみたいな、そんな感じ。タグ見てみて。うん、なんだなんだ。ああ。ああ。回線のスピード測定とかってやったことある？ちょっとやってみねよ。あるよ。どんな感じだった？友達にはこれはダメだねって言われた。優先回線してねよ。あれ、もう切るようになったじゃん。わあ。でも問題なくね。殴ってみて、殴ってみて。あ、いや、大丈夫だよ。あのね、ラグい人って殴っても、後ろ下がんねえから、こう、バックしないっていうか、バーンって。今見た感じだと、普通にノックバックしてたから、大丈夫じゃないかな。こうなんかこう、細かい動きしてみてよ、細かい動き。こうなんか、こう、こう。まあ全然大丈夫だよ。まあなんか
電波はめ、電波ってか、電波マークめっちゃ低いけどね。まあいいんじゃない？何も変えずに入れるようになった？これでできるぜ。やったね。何も変えてなかったら本当にネットの回線の問題かな。何回が抜けたり入ったりしたらいつの間にかできた。怖っ。それなんかよくわかんないのって一番謎だよな。じゃあエリトラマンとかも関係なかったのかな。オリジンの宝玉ってやつで変えれるから。エリトラマンいけるんじゃね。何だったんだろう。まあでも確かに回線はゲロ悪いな。この共有倉庫のやつは適当に使ってくれていいんだよ。まあ、好きにやってくれ。他は引き続きドラゴン探しだ。正直何すればいいか分かっていない、わらわら。ああまあ適当になんかやってりゃいいよ。僕も分かってないから。おなんかすっげえのある。なんだこれ、何これ。くっそでかい城あるんだけど、しかもなんか浮いてる。あとでみんなで攻略だな。あんまダンジョン多くないんだよな。もっとなんかダンジョンガンガンできてほしいんだけど。あとそのドラゴンを含む乗れるモブが全然わかねえ。雪地方にホワイトドラゴンとかいないのかな。雪のタイガー。雪の地域固有種とか絶対いると思うんだけどな。
変な和風の城多いな。青い木だ。気持ち悪いな。青って自然界に存在しないよね。私はさっき聞きそびれたけど、エルさん学生なの？社会人なの？社会人であり、学生でもある、って感じです。うん、なんか、すごいね、なんか。
社会人の割り学生でもあるのか。そろそろ抜けますね。はい、おやすみ。あ、飛べるやん。社会人学生どういうことか気になるけど、まあ、それもおいおい。ドラゴンマジでいねえわ。ダメだこりゃ。洞窟の中でスポーンするのかな。わかんねえんだよな。こっちもとりあえずできることは確認したのですが、今から V を作成するのでマイクラは落ちます。はーい。 V 作るのか。 V モデル、モデラー。モデリングソフトって触ったことないからどんな感じなのか気になるな。なんか粘土みたいなやつでこねこねするんでしょう。わお、怖っ。超溶岩、超溶岩感じになってる。すげえや。なんだなんだここ、なんか地下都市みたいになってんな。なんだこれ、もディープダークだって。気持ち悪い。スカルクセンサあ、なんか暗くなった。なんだなんだなんだ。やば。
え、これでもマインクラフトってなってるな。これもしかしてウォーデンいるとこ？おお、すげえ。オーデンさんだ。あ、弱い。わーお。あ、すげえ、死ぬ死ぬ死ぬ。わー、死んだ。よっ、もう一回行ってみよう。いっぱいいたいたいた。くっそ、衝撃に結晶された。強すぎだろこいつ。やば。
眠くなってきた。寝るわ。休み。